ットネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、市長ですの時間になりました。今回は高山市役所より国島市長と一緒にお送りいたします。市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。市政施行80周年の鳥を飾るビッグゲストです。そうですよ、はい、出演料ただ予算がないからいやいやビッグなゲストだけどご紹介いたします。ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。日田市の鈴木市長でいらっしゃいます。鈴木市長よろしくお願いいたします。申し訳ありません。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回は鈴木市長をゲストに、はい、市長ですの方をお送りいたします。早速なんですけれど、最初のお題はですね、もうこの出で立ちから見て分かります通り、はい、また後ろのポスターにもありますが、はい、ユネスコの無形文化遺産登録決定についてです。去る12月1日の未明、日本の山鉾屋台行事がユネスコの無形文化遺産に認定されました。国内33件ございますが、この岐阜県内ですと高山市の高山祭りの屋台行事と、日田市の古川祭りおこし太鼓屋台行事、そして大垣市の大垣祭りの山行事3つがございます。さて、改めまして登録決定、鈴木市長、率直な感想をまずお教えください。いや、嬉しかったですね、やっぱり、うん、私も古川の町のど真ん中に生まれ育ちましてですね、はいはい、まあ、まさしく古川祭りとともに人生歩んできましたし、ね、うん、はい、まあ、自他ともに認める祭り好きでありましてですね、はい、まあ、鈴木イコール祭りだと言われるくらいに育ってきましたんで、はい、うん、まあ、その、まあ、挨拶とかでもいろいろ申し上げたんですけどね、はい、古川祭りは古川やんちゃの魂であるということで、うん、ずっと言ってたんですが、そのもう魂をですね、はい、まあ、世界に評価してもらえたという思いで本当感無量でした。ありがとうございます。国島市長につきましても感無量だと思いますけれど、うん、感無量っていうか眠たかったよね。あ、そうでしたね。午前2時2分だもん。2時2分でしたからね。そう、ずっと起きててね。でも嬉しかったよね、はい、あの連絡が来た時に本当に身震いする思いでしたし、うん、はい、まあ、何年も皆さん方待って見えたしね、うん、その上で何年も挫折感も味わったしさ、だから余計にうん、その感動というのは、うん、大きかったですよ、はい、両市では登録決定後、登録記念のセレモニーの方を行いました。まず12月の2日に高山市役所の方でありましたが、振り返られてみて国島市長いかがだったでしょうか。そうですね、僕が一番嬉しかったのは、まあ、登録決定いただいた時も嬉しかったんですけど、あの時の式典の時にね、うん、西小学校の子どもさん方が、はい、生徒さん児童さんが代表して、うん、全高山市民市の小学生の気持ちですということで、うん、2つの宣言をしてくれたじゃないですか、はい、これからも高山の歴史文化、そういうのをしっかりと身につけていきます、うん、勉強していきます、それを約束します、うん、もう一つはこの伝統歴史というものをきちっと私たちが受け継いで、うん、次の世代につなぎできますっていうことを、はい、堂々と宣言してくれたので、うん、あれは嬉しかったですね。そうでしたね、はい、もう最高の思いでした。まあ、それがこのユネスコの無形文化遺産の心でもあるから、だからそのことをきちっと市内の子どもたちが受け止めてくれたってこと、非常に嬉しかったです。はい、はい、日田市の方でも、はい、セレモニーの方ございまして、新聞などでたくさん見ましたけれど、はい、その時の感想、市長いかがだったでしょうか。そうですね、まあ、実は登録の日もですね、待ってたんですけども、まあ、いつなるか分からなかったんですからね。そうです、まあ、12時過ぎにも解散しようというふうに解散して、うん、翌日報告会という形で、はい、朝やりましてですね、それで翌々日に今度は行列をするということ、これは予定しておりましたんで、うん、はい、古川の町をですね、約2時間、うん、行列したんですけど、まあ本当天気にも恵まれましてね、ユネスコバレってみんな言うんですけど、うまいですね。本当によく晴れて、でもういろんな長身行列をやったんですが、もう続々人がですね出てきてくださって、もう町全体がですね、もう本当にこの登録を祝って、大いに盛り上がってるっていうのが感じられましてですね、やっぱりそのこの認められる、その世界に認められるっていうことをみんなが待ち望んでおられたんだなってことも思いましたし、またその
こういう形で喜びを表せるっていうことをまた喜んでらっしゃるっていうことをねすごく感じましてね、まあ、中にあの子供の麒麟隊というところで、子供おこし太鼓もですね、その時出ましてですね、まあ、一緒に大いに盛り上げてくれたりしまして、まあ、本当にいいこう気持ちをさらに高めるですね、いい機会になったんじゃなかったかなと思ってます。まあ、一つの気持ちになったよね、町中の人たちが ね、だからそういう意味でやっぱり思いが一つになるっていうことは強いから、もう強いっていうのは次に続くやっぱり一つの大きな力になると思います、寒かった僕たちの時はそうでした、ね、僕ら夜だったんですよ、夕方やったらもう寒くてみんな震えちゃってね、子供さん方もちょっとかわいそうだったけど、でも冬の花火も見えたしね、よかった、まあ、でもああいうことは一つの、まあ、イベントなんだけど、イベントで終わらせてしまってはいけないので、やっぱりそれをどう次につないでいくかってことが大事ですよね。そうですね、はい、その次に伝えていくかというところで大事なキーワードが人なんです。祭り行列の担い手が人、しかしですね、漁師もそうだと思いますけれど、その祭りの担い手不足というのが今課題であろうかと思います。先ほどあの国島市長がその西小学校の児童が、私たちはその皆さんの思いをちゃんと伝えていきますっていうのがまず一つの表れだったかと思いますけれど、改めてこの祭り行事と担い手不足、その対策などを国島市長からお教えいただけますか。いや、これはどこのね、あの33のそれぞれのところみんな共通の課題だと思いますよ。だって人口減少してるわけだから、でその意味においては担い手が少なくなってくるってことは当たり前だと思います、そういう意味において今まで通りのその祭りのやり方でいいのかっていうこともやっぱり検討していく必要があると思うんですよ。中にはやはり例えばふるさと納税をしていただいた方に、その返礼品の代わりに屋台を引いてもらうとか、なんかそういうものをやったらどうかとかっていろんなアイデアが出てくると思うんだけど、これまでは屋台を持っているあるいは祭りに関係する町内に住んでいる人だけが自分たちの責任でやってたけど、その担い手が少なくなって縮小してきたわけだから、あとどこかで補充しなきゃいけないっていうことですよね。でそれを自分たちの親戚だとかそういう人たちでカバーするのか、あるいは全然違う人たちの支援を受けてやるのか、そこら辺はやっぱり真剣に考えていかなきゃいけないだろうという、その一つの例が西小学校の子どもたちも、自分たちの町内に屋台がない子どもたちも屋台に乗せてもらって、初めてその大事なことは気がついたので私たちも手伝いたい、だから笛の練習をしたりいろいろやってくれた、ああいうことにやっぱつながっていく必要があるのかなって僕は思いますけどね。そのあたり日田市長いかがでしょうか。そうですね、やっぱり同じ問題抱えてるんですね、で、まあ、特に町の中央部の古川町のような中央部ですけども、それでもこう橋の方の屋台組は、比較的人がいるんですけども、町の中ですともう住宅が拡大していくってことがありませんから、もうそのまんまわずかな個数 で高齢化と少子化で厳しい状態になっているっていう流れにはありますね、でただその古川祭りの歴史をずっと紐解いてみますとね、昔おこし太鼓っていうのは、今町を4つに割って主事組というのを構成してやってるんですが、かつてはですね1つの屋台組が主事組を構成してやってた時代があって、で戦後間もない時期まではそういうふうにしてやっててですね、当時はもう本当にみんな人を集めるのが大変で、そこら中頼みに行ってた。で先日も久喜野出身の方に話してましたら、久喜野で頼まれておこし太鼓に出たっていう人がいて、そのくらい前不足してたわけですけども、それをその町の組をおこし太鼓の執行組を組み合わせることによってカバーしてきた。でそれもその歴史の中で何とか組み合わせを変えながら、人が比較的住宅が多いところの人が少ないところの人と組んで、組と組んでですね主事組を構成するというようなことがやられてきているので、まあそうした古川町の歴史の中でのいろんな経験がありますから、それはやっぱり今後にも生かされていくんではないかなと思ってますし、まあなかなかこれまた行政としてどこまで立ち入れるかという問題もあってですね、まあいろいろ課題もあるんですが、私自身はそうした古川の人たち の歴史の中でも繰り返しされてきた工夫、知恵というものが今後も生かされていくと思いますから、例えば氏子以外の町内の応援をもらうとか、
いうこともいずれ将来的にはですね、課題、そういったこともテーマにはなってくるだろうなと思いますしね。いや、まずはね、やっぱりその祭りとか、あるいは屋台を持ってるとか、その地に生まれて育ってきたとかっていう、なんかこう自信とか誇りをね、住んでる人たちが持たないと、地域に対する愛着っていう言葉もあるけどさ、ほらもう離れていっちゃうよ、だからそれをやっぱこのユネスコの無形文化遺産っていうことが一つきっかけになってね、我々を世界からこう注目されている文化、歴史を持ったその地域で生まれ育ってるんだっていう誇りをね、持ってもらいたいなっていうふうに。で、無形文化遺産だから、人がいなくなったら続かないんだよ、これは。そうです、形じゃないから、無形だから。だからそう、人が一番大事だということを、これから僕らもね、それきちっと市民の皆さんに、お訴えして、理解をしてもらって、協力してもらうということが大事だろうと思います。やっぱりね、こう、その町に帰ってきてる人たちなんかもですね、結局その祭りに育てられて、祭りがあるから帰ってきたんだっていう人たちって結構いるわけですよ。そうですよ、そうです、ですから祭りそのものの伝承もですし、地域そのものをね、を伝えていくっていうことにおいても大きな意味を持つかなと思いますね。さて、この屋台行事にはですね、その人というのも大事なキーワードなんですけれど、あとはその屋台に彫刻であったり飾りであったりという伝統技術の継承、もう一つがですね、観光の振興、こういったところも行政の、首長としてはこれから打って出ていかなきゃいけない部分だと思いますけれど、ありがたいことにこの、ね、隣町同士で時期を同じくして祭りが2つもありますし、また大垣市もあります、さらに言うならば富山もありますし、愛知県の方にもありますので、何らかこの辺りの今後の将来展望、夢をちょっと、それはもう続さんが今ねもうお聞かせいただけませんでしょうか。計画中のことがありますから、じゃあどうぞ、はい、まあね、お願いします。今回の山鉾屋台行事のユネスコの認定っていうのは、全国33あるっていうところが特徴なわけですよ、はい、そうしますと逆にこれは33の祭りと連携を取る、そのチャンスがまさしく来てるっていうことだと思うんですね。特にこの東海北陸エリアっていうのは数が多くて、はい、全国的に33の中でもですね、10いくつか、はい、3分の1くらいここにあるっていうことなんで、まずそこが手をつないでいくってことが大事だろうと思ってまして、はい、で特にですね、この高山も古川もですね、北陸に近いですから、はい、まあ、比越といいますか、まあ、能登も入れて比越の、やっぱここでしっかりとした連携を取るってことが今求められてるんじゃないかということで、私どももそんな思いの中でですね、割と早い時期から高岡、それから南都、それから魚津ですね、それから石川県の七尾で、お声掛けしましてですね、その4つの祭り、それから高山、古川、そして岐阜県は大垣がありますので、はい、7つでもってちょっとまず連携を取ろうということで、今度2月の18日に、はい、比越能というんですけど、身の回りますのでね、大垣も入るということで比能越能という名前を付けましてですね、はい、山鉾屋台フェスティバルというようなことで、はい、古川町の中でやりたいということで、市長にもそんなことをお声掛けさせていただきながらおりますし、また常設の祭り会館、はい、屋台会館を持っているところが、高山、古川、それから高岡と南都もですね、城花があります、ね、まあ、この辺りで観光連携もできるといいななんてことも思っておりますんで、はい、そうしたことにも大いに力を入れていきたいなと思っております。期待が高まりますね。そう、やっぱり観光は面で攻めていかないと、そうですね、単体ではダメなので、はい、協力してやっていこうと思っております、はい、ありがとうございました。さて、引き続き、はい、市長ですをお送りいたします。続いての話題なんですけれど、続く市長の後ろにもございます、大ヒット映画君の名はです。今年ですね、ロードショーがありまして、国内の興行収入200億円突破という、もうまさに記録的な大ヒット映画なんですけれど、日田市など多くのシーンを高山であったり、この映画の中で見れることから、ファンが訪れる聖地巡礼、これがですね、今ほど市長の前の方にも新聞の紙面を持ってきましたが、はいはい、16銀行のシンクタンクが何百億円という経済効果がありますよなどと話もありました。次はこの話題で展開したいと思うんですけど、はいはい、率直に今年の日田市
どうでしたか巡礼者は。8月26日に97が公開になってから、まあ、本当に思わぬ事態で、まあ、目まぐるしく事態が変化していくわけですけどもね、まあ、今まで比較的若い人が少ない町でしたからね、北古川ってところは、もう今とにかく20代30代の個人の、まあ、2人から5、6人のグループの数が圧倒的に増えましてですね、でしかもこの11月くらいから今度は海外の方が聖地巡礼者が増えてきてですね、本当に非常にですね盛り上がっておりますし、なんといってもとにかくメディアの露出が多かったもんですから、市民の人たちがですね、まあ、とにかくどこをつけても日出しの話が出てくるというんで、えらく、こう気分が高まって盛り上がっておりまして、本当に今年は後半、まあ、実質9月からですけども、はい、本当に思わぬ展開だったなっていう感じですね、はい。さて国島市長、この巡礼者なんですけれど、実は8割ぐらいがですね、県内の他のアニメのロケ地も回るそうなんです。高山といえば評価があります。だいぶ日立様のおかげで高山にもいっぱい巡礼者がありがたいですよ。ありがたい限りで本当にどんどん日立で頑張ってもらう私たちはおこぼれを少しちょっといただくという。私たちがおこぼれ実は聖地巡礼者はですね、普通の観光客よりも消費額が多いんですよ ね、うん、ね、このなんか記事にも出てたよね、本当にありがたい限りで本当にありがとうございました、感謝申し上げます。私たちがむしろ本当に北古川でね、来られた方、私もよく話をするんですけどもね、高山に結構泊まってられます。あ、そう、かなりの部分高山に泊まる。ありがとうございます。どうしてもねキャパが少ないです。あ、はいはい、結構その少ないキャパもいっぱいになってるんですけど、かなり高山に行って泊まられてるんで、でしかもせっかくここまで来たので、高山も見て帰りたいっていうお客さんは相当おられ、私も直接かなり話聞いてます。そうでしたか。その意味ではこう広域的に効果が出てる。そうだよね、白川郷も足伸ばして見えるしね、はい、まあ、今なんかほらね、アニメツーリズムだったっけ、だから それが一つ動きがあるんでしょ、はい、そうですね、アニメツーリズム協議会っていうのが、はいはい、協会、一般社団法人で角川さんとか、映画流したりとか、こう一緒になった組織が出来上がってましてですね、国の二次補正のクールジャパンの事業を受託されたということで、これから1月から2月にかけて、韓国とタイから、若い人に招待して、ご招待して、東京からずっとその飛騨島での、はいはい、聖地巡礼を、なるほど、でその間にですね、下呂とか、高山とか、あるいは白川も含めて旅行していただいて、なるほどね、それでそのアニメを基本にしながら、どういう観光ができるのかということを実証実験をして、なるほど、ツアーコースを作るっていう、こういうプロジェクトをされる。そうです、それはもうすごいことだよね。まあ、私たちにとってはね、非常にありがたい、サンシストン、みんながありがたい話で、そうです、そうです、まあ、大いにね、応援していきたいということ。僕アニメって言って漫画と思ったからさ、なんだ漫画と思ったら3回も見たよ僕、君の名は3回、ありがとうございます。3回見てやっとって中身が分かったくらいなかなかの難しい映画なんだけど、感動したね、3回見させるというあの力はすごいよこれ、これ飛騨にとってね大きな出来事だったと思うんですよ。そう、だって飛騨弁がど、まあ、本当の飛騨弁かどうか別としてね、何百万人の人が聞いてるんだからすごいよ、中国だって今これすごいでしょ。そうなんです、1000人以上のところでやってるんでしょ。中国でも今爆発的な人気だということで、また来る中国人来るよ。いっぱい見えますね。やっぱそう。最初ですね、台湾の公開が始まったんです。台湾の公開が10月21日に始まりましたら、10月21日に台湾の人が現れたんですよ。やっぱね。すごいね。言いましたら、試写会をやって見た人がもうすぐに行くんだって言って来られて、で結果としてその公開日に来られた。で。今中国が始まりました。今度は中国ですよ。じゃあな、で東南アジアの方々も、聖地巡礼で来られるという方が増えてましてですね、いやー、このアニメの力というかコンテンツの力というか、すごいなっていうふうに。最近のアニメっていうのはほらほとんど実写に近いから、寸分たがわずきちっとできてるでしょ。昔は漫画だったから、わーとかあーとかっていう吹き出しのこういう風だったけど、全然違う。そうですね。もう本当に、
実写版とそう変わらないようなイメージだったよね、うん。国島市長が3回も見ました、はい、君の名はでございますが、実は来月1月に高山上映が決定いたしました、詳しいあの案内はこの辺りに今出ておりますけれど、その辺りに出てる、はい、1月28日、まあ、高山市民文化会館です。28日、はい、あそう、なおあのちょっとせっかくですので PR させてください。広報飛騨なんですけれど、こちらによりますと君の名は展が、飛騨市美術館で1月7日から開催されます。合わせてご来場ください。いいね、お互いにねそういう交流ができるとそれはいいよね。君の名はで大いにこの聖地巡礼者の、うん、活性化、町の活性化つなげていきたいですね。そうそう、ポスターでは金山も出てたしね、はい、あの白川郷も出てたしね、うん、高山ラーメンもいろいろ出てたから。そうなんです、高山ラーメンも出ております。いろいろ全体でこの飛騨三市一村さ、そうです、ね、うん、盛り上げていけばいいな。もう多いそしてですね、あの本当この君の名はてもですね、あの、はい、これ公式展でありましてですね、はいはい、今あのちょうど長野県の小海町、はい、年末まであの監督の出身地で、はいはい、新海監督の、あ、そうですね、この後また全国巡回もされるそうなんですが、そのまあ2番目として聖地飛騨市ということでお願いをしましてですね、そうだったんですか。ちょうど冬の時期ですし、まあ、ちょうどね冬は比較的こう雪が降ることもあってどうしてもお客さんが少なくなりがちな時期なんで、ぜひですね、あの高山も見ていただきながら、うん、あのちょうど古川駅のすぐ裏ですから、うん、はい、美術館が、はい、あのぜひおいでいただいて全体としてこう、うん、お客さんに来ていただくといいなと思います。まあ、一つの起爆剤にしたいよ ね、 そうですね、観光のね、はい、うん、あの祭りもそうだけど、あの君の名はもあるいは評価も、うん、いろいろね、大垣のあのなんてなんとかの声、声の形、声の形、はい、うん、とか含めてね、はい、そうやと門川さんがおっしゃって力を入れてくださるって嬉しいですね。あの非常にですね、ありがたいと思いますし、うん、まあ、東宝さんも非常にね、あの、はい、まあ、いろんなこういうものは課題があるんですが、あの著作権の問題等々の中で、はいはい、本当にあの各団の配慮いただいてます。 あ、まあ、ありがたいことだなと思って、まあ、頑張ってください。おこぼれいただかなきゃ、私たちがどうもありがとうございました。ちょっとあの番組もお別れに近づいてまいりましたので、あ、はいはい、あのせっかくですので、まずあの鈴木市長様から高山市民の皆様にちょっとメッセージの方を一ついただけたらと思います、はい、ね、まあ、本当に、高山はですね、高山とこの飛騨市、高山市と飛騨市っていうのはまさしくこの地域的にも文化的にももう本当に一体の地域でありますし、私自身も高校飛騨高校でしたから、高山に育てていただいてますし、まあ、そういった意味で、今後大きなこの飛騨を盛り上げる、仲間としてですね、一緒に手を取り合って、うん、共に伸びていければと思いますし、国島市長にも日々ご指導いただいてますので、またまたお前に引き続き、ご指導いただいて金魚のふんだりありがとうございました。ぜひ、引き続き、一緒に飛騨地域全体を盛り上げていきたいなと思っております。ありがとうございました。さて国島市長、はい、今回の番組を総括いただけますでしょうか。やっぱり飛騨地域っていうのはやっぱり深さもあるし、はい、幅も広いしさ、人もいいしということでどん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 やっぱ進化していくと思うね、うん、そこをやっぱり我々はさっきも言ったけど点でなくて面でやっぱりみんなが協力し合って、弱いところはお互いに助け合って、強いところはまたそこのところ分けてやるという、そういうやり方をしながら一心同体っていうかね、もう運命共同体の考え方の中でこれまでも三市一村一生懸命やってきたけども、はい、これからもやっぱきちっと連携してね、攻めていきたいなと。でそのためにはやっぱり市民の皆さんがもう幸せ感を持ってもらわないといけないので、はい、その意味においては今の屋台祭り行事っていうのが世界のね、その認められた遺産になったっていうようなことはやっぱそういう意味では一つの大きい、うん、さっきも言ったけど力になるから、これから飛騨さんと協力してね、はい、そういうこともお互いに飛騨市の市民でよかったね、高山の市民でよかったねって言ってもらえるような政策をこれからね、うん、はい、作っていきたいですよね、はい、よろしくお願いします。ついていきますからせっかくの、はい、最後スクラムならぬ握手で、握手で、はい、よろしくよろしくお願いしま ます。どうもありがとうございました。今回のはい市長ですは鈴木市長をゲストにお送りしました。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。